人間が AI に負けるわけにはいかない。全国のジムリーダーを倒すことを決意した人と江戸、最初のジムリーダー AI マルコとの予想対決。3本勝負の1回戦の結果は両者外れてしまう。果たして人と江戸はマルコを倒すことができるのか。引き分けでしたね。初戦ですからお互い見合っちゃったっていうところかな。つばぜり合いと。まあ、そろそろ辞退行きましょうか。行きましょう。またこれもね、もう井口大先生に今村さん唯一の2000番台。そして山崎智也さん。いやこれ全員もうどうしようもないですよ。こんなあれだよね、ほんとなんかサイコロ振ってなんか出た出目にかけるとかもそういうなんか感じになっちゃうよね。もうそういうことしないと当たんないんだよ、読めないもの。でもさ、今のささっきのレース見てたら思うのがさ、1がなんかほんとにこう逃げれないなっていうのがあるよね。そうだね、そう考えるとまあ井口選手ちょっとまだ見切れてないことを考えると片岡選手がまくってくる。ただ抵抗する 1,2,3 ともつれる、やっぱ4なのかなみたいな。はいはいはい、今モーター出たんだけど直前情報で、うん、ちょっと見てみて展示タイムね。あ、そうそう、展示タイム。山崎選手遅いんだ。そう山崎選手ちょっと遅めなんだけど、ただやっぱリズムに乗ってると思うんだよね。やっぱりなんかいたよね、そのキャラ、なんかリズムに乗るぞっていうキャラ。え、忘れたけど、なんかキャラ、なんか漫画のキャラクターでリズムに乗るぜとかっていうキャラいたんだけど、人工でしょそれ。絶対違う。モーターがじゃあめっちゃいいとしても、その人が勝つとは限らないわけでしょ。そうだ、あの井口選手めっちゃいい今モーター持ってる、いいしけど、うん、1着をまず取れてないじゃん、うん、まあ、それが原因は何か分かんないけど、スタートが見れてないのか、もしかしたらちょっと便秘なのかもしれないし、うん、ちょっとどうなんだろうっていうのはあるよね。ちょっとここはね、5個ずつ出し合いますね。そうだね、それでいいでしょう。はい、第7レース、マルコの解明はこちら。マルコ意外と解明に近い、6絡めてんだよね、マルコ。まあでも2と4が本線になってくるのはまあ間違いないんじゃないかと、うん、なるほど、わかりました。まあじゃあマルコ、お前には負けねえぞ。丸亀製麺なんて食わんからな。負けたら食うか。とりあえず頭が4に3と6をガン無視してるんだけど俺ら。いやいいでしょ、うん、もう点数もやっぱ絞らなきゃいけない。めちゃめちゃ後ろから来たね。前3、いや魂が1手だ、魂1手だ。うわー、山崎智也行ってねえよ。行ってないね。あでも壁ができて今村選手が抜けたか。2号艇だ。これ分かんない。どうぞ選手じゃない。ああいや、2-1はない、2-1はない。俺は勝ってなくね、もう。いや2位頭、2-1-4っていうのがあります。2-1-5、2-1-4っていうのがあります。ダメだ。2-1-5、2-5-1、あ、1-2はダメだ。1-2はダメだ。1-2はダメだよ。うわ、やっちゃった。これもできちゃったでしょ。これもほぼもうできちゃったね。うわ、中田選手か。結構ぶっ刺すな、なんかへまらない、へまらないよね、筋は。で、しかも首藤君、ちょっといいですか、うん、これ多分ね、うん、僕たち AI に負けてます。はい、負けてるような気がします。あの、マルコ君がね、バリバリこれ選んでたような気がするんだよ。これ今、マルコ、嘲笑してるんじゃん、我々のこと。うん、あれ、マルコ渡ってない。コンピューターでも当てられないレースすんの？誰が当たるんだよ。まあこれはマルコもあれですよ、星1にしますよ。確か自信ないよってたから。うん、なん俺ら星1つだよ、常に星1つ。動画の途中にすまんの。
もしこの動画が気に入ったらチャンネル登録のボタンをポチッと押しておくれ。無料じゃし、ニューウェブの最新の動画がいち早く見ることができるぞい。よろしくな。現状相打ちだからね、未だに。確かに、うん、引き分けときます。そうまあ、でも逆に言うとあと1回だけ勝てばいい。そうもう決勝戦ぐらいの勢いで。決勝戦、うん、多分マルコ的にもいよいよやばいっていう状況になってると思う。そうだね。ちょっと今回あれじゃない？もうマルコの選定をちょっと見てみる。そうだね、うん、ちょっといいよ。こっちからずっと出してるから。そうマルコの解明はこちら。やばい、こいつ自信がちょっとあるらしい。ちょっと自信。そうだね、めっちゃ自信あるよ。自信度は2ですって言い始めてる。でしかもまさかの6頭でね、6頭で自信2ですって言われてもね。そうまたまた絶対こいつサイコロ振ったでしょ。まあ、ただ分からんでもない、まあ、分からんでもない。確かに、まあ、ブス島俺もかけたいもん。これはちょっと1号艇に新田選手は切ろうかなと思います。はいはいはい、結論見えちゃったんだけどいいかな。どうぞ。とりあえず1着は23のどっちか、2着に236のどれが入ってくるっていう感じで、3着をじゃあどうやって絞るのかっていう感じだね。1号艇っていうのが3着に入りづらいっていうデータがあるんですよ。一時期ボートレース始めておかしくなっちゃった時に、うん、もう出目で買おうって思って、はいはい、もうずっとなんか5日間ぐらい全場の出目だけ調べてたんですよ。暇人ですね。そう勉強家と言って。でそしたらですね、3着にどの出目が入ってくる可能性が高いかっていうのをただ計算しただけで、はいはいはい、僕がお手製のエクセルで作ったこの表を見てほしいんですけど。おお、なるほどね、はいはい、まあ要は 10% 以下。そうなんだよ、うん、どの艇が一番コースから出発したやつが一番入ってくるのか。でデータ上だとまあ3コースからの進入が3着に入りやすいんじゃないかっていう計算になってるんだけども、まあ、23、23、6、23、56っていう、うん、ちょっとこの8点をまずは抑えたいなという感じと、まさかのブス島頭とか。ああそれありだね。でも薄辻はさ頭だった場合の相手がどうしましょうっていう、まあ、白井選手で散々1はないない言ったけど1かなみたいな。ちょっとこれあれだからね、引き分けだったら何も良くないからね。サドンです、うん、サドンです2人両方とも当たるってことはあるの？両方とも勝つっていう、勝ちの引き分けっていうのはあるの？これは今回は勝ち勝ちの引き分け、うん、あるんじゃない。6-3、6-3-1とかね。あーなるほどね。基本6頭か3頭かみたいな感じ、あと1頭だからね向こうは。はい、はい。あれちょっと待った、ブス島入ってる。なんか入った4。おかしいよ、ほらおかしくない？こうあれおかしいよね、これ何どういうこと。白井さん、あれ白井さん、白井さん、ちょっと白井さん何やってるの。白井さん、お大外え、いやちょっと展示通りやろうよ。っていうか何これ、 100m ほぼ切るじゃん。まあ、切ってないけど。すごい深い、割と深い。やばこれどうなるの、どうなる、アウトが強いんじゃないの。こうなって、ほらアウトだよね。ほらもう全然アウト。あもうこれ完全来てるでしょ。白井さん、白井が、いや入れる入れる、全然入れる。どうだ白井、いける。おわーっと、うっす、え誰がいった。6だ。えどうなる、6頭の、6頭の3が、いやいや、白井行けばいける。白井頑張れ。白井行けば。6-3-1じゃないと。6-3-1だったらある。いやー、ちょっと厳しい。うそー。お、白井。あー、やめてくれ。ダメだ。え、しかもこれあれだよね。マルコ持ってます。持ってるよね。マルコ、いやいやいや。6-3-1持ってますマルコ。いやこれ厳しいか、さすがの白井でも。613か、613、あ613持ってますねマルコ。マル持ってるよね。うわーきつい。
なんで70倍ですよ、しかも。何？ちょっと自信があるとか言ってたもんな、お前。シト君なんでさ、613にしたかったの？散々1位は3着ないよって言ったのに。あ、2着だっちゅうこれ。乾杯です。乾杯。何これ、 AI 通り買った方がいいんじゃん。正直 AI は強いよ。やっぱ僕らもね、初戦だからっていうのもあって、ちょっと舐めてた。そうだね。うん。ちょっとね、次回もうリベンジしますよ、うん。また他のジムリーダー倒して、またマルコのところに戻ってくるよ。いやー、ちょっとね、もうボロッボロだけど、まあちょっと吉田君ちょっと頑張りましょう。頑張ろう。えい、えい、あー。高額配当ばかり狙う煩悩の塊エドセブネ。人間と鳥の性質を合わせ持ち、一癖も二癖もある使徒。二人の旅はまだまだ続きます。三が十万里の記録、協定マスターへの道、この先いかなる苦難に見舞われますやら。まずは一巻の終わりでございます。